アイテム番号 SCP-379JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-379JP。 A、B はサイト8102にてそれぞれ別のパスワード付きの交代給ロッカーに保管し、常時監視カメラで監視してください。実験を行う場合はセキュリティレベル3以上の職員の許可を取ってください。運搬する際は2人以上で慎重に運んでください。現在 SCP-379JP の実験は停止されています。回収時の SCP-379JP。説明、SCP-379JP は右に行くに従って模様が上がる、いわゆる、Z 巻き、と呼ばれる型のキャスター付きサインポールです。SCP-379JP は電源に接続されていないにもかかわらず常に作動しています。また未知の光学的技術による高度な耐久性を示しており、分解、破壊することはおそらく困難です。ただしガラスカバーには異常性はなく、問題なく取り外すことができます。SCP-379JP の内部のモーター部分における上底と下底には存在しないはずの空間が開いており、SCP-379JP の回転灯は回りつつ上底の空間に向かい延々と上昇し続けます。別世界に関わらず別の同じ異常性を示すサインポールに通じていると考えられ、捜索の結果、現在3台の SCP-379JP を収容しています。ポイ、発見経緯について、SCP-379JP は、小学生の、あのぐるぐるは上まで行ったらまた下から出てくる、といった趣旨の会話を、当時工事現場で潜入調査していたエージェント、小畑が偶然耳にし、該当オブジェクトを調査したところ異常性を発見し、収容されました。SCP-379JP は当時、三重県、市にある美容室、で使用されており、同機種の故障の多発による自主回収を名目に回収しました。会話をしていた小学生2人に事情聴取したところ SCP-379JP の異常性については認知しておらず、一方の小学生の推測に過ぎなかったことが確認されました。タス200年3月10日 SCP-379JP 探査記録1。200年3月10日 SCP-379JP 探査記録1。上底、下底の空間口は共にわずかな隙間しかないため、回転灯に小型の映像通信記録装置を貼り付け、上昇した先の空間の探査が試みられました。装置が次の空間に移動するまでの時間は平均して 4.5 秒です。また、視点が回転しているため多くは不明瞭な記録になります。探査記録1、1、子供が数人周りを走り回っている。ヤシの木と砂丘が遠くに視認でき、白い木製の建造物が側にある。砂丘は海のように常に波打っている。子供の一人の背中に用途不明の突起物が2本確認できる。尾行我々の宇宙とは別の宇宙。もしくは別世界に通じている可能性がある。白ハゼ博士。探査記録1、2、ガラスカバーが緑色の粘液に覆われており、小さな手足を持つ球状の物体が空中に浮いているのがかすかに確認できる。探査記録1、8、商店が立ち並んでおり、人が歩いてるのを見下ろすことができる。外見からは人類と差異は見られない。近くの店の看板に、印鑑、という文字が確認できる。尾行映像中の場所の特定を試みたところ、岡山県、市に存在する商店街だと特定されました。問題なく新たな壁掛け式の SCP-379JP を収容しました。この他にも探査記録からアメリカ、州での SCP-379JP の存在も確認され、回収しました。それぞれ SCP-379JP、A、B として、探査記録1、9、暗く確認しつらいが深海だと思われる。丸い物体が分裂と発光を繰り返している。
形は勲章も二酷似しているが、肉眼で確認できる程度の大きさ。すぐ側には建造物の存在が確認できるが、暗いため詳細は不明。探査記録1.12、コンクリート製と見られる壁に囲まれた部屋に大量のサインポールが敷き詰められている。ガラスカバーは取り外されており、周りのサインポールも同様の状態で作動し続けている。編集済み。ドアは視界上には確認できない。尾行これ以降の探査で合計7回。それぞれ別のサインポールに通じる形で同一の空間を映像通信記録装置が通過した。SCP-379JP は意図的に製造された人工物と見られる。白ハゼ博士。探査記録1.34、カバーガラスに所々穴が開いている。肉壁に囲まれた空間を様々なもの、木、石、像の死体、ハサミ、テレビ、ペットボトル、人間の死体、など、が満たしている。肉壁は脈動しており、壁に開いた穴から次々と前述の物品類が排出されているのを確認できる。探査記録1.35、映像が横倒しになっている。茶色がかった肌の口のない人型生物がガラスカバーにへばりつきこちらを凝視している。その生物の背後には古い納屋と青空が見える。生物に動きは確認できなかったが、次の空間に移動する直前に突然装置からの通信が途絶える。尾行 SCP-379JP の空間口は電波を問題なく通すようだ。最後に通信が途絶えた原因は電波が距離的に届かなくなったからなのか、それともあの人型生物の影響なのか。設備を整えた上で再び実験を行うことにする。白ハゼ博士。TAS-200年3月15日 SCP-379JP 探査記録に。200年3月15日 SCP-379JP 探査記録に、前回と比べて、より強い電波を発する映像通信記録装置を使用しました。探査記録2.1.34、前回の探査記録と同じ空間と状況。探査記録2.35、前回の探査で確認した人型生物は視界には存在しない。木に囲まれた開けた場所に古い納屋と青い空が確認できる。前回の探査記録と同一の空間かは不明。問題なく次の空間に移動した。探査記録2.39、探査記録1.35で確認した人型生物を再び確認。前回と同様にガラスカバーにへばりつき、ただこちらを凝視している。背後には高いビルが立ち並んでいる。白いスーツを身にまとった様々な犬種の犬が10匹以上見える。人型生物に向かい吠える。噛みつくなど敵意をむき出しにしている。次の空間に移動する直前に突然装置からの通信が途絶える。尾行探査記録35の空間と探査記録39の空間は同一の宇宙。もしくは世界ということだろうか。嫌な予感がするが実験を続ける。今後あの人型生物を SCP-379JP-1 と呼称する。白ハゼ博士。TAS-200年3月16日 SCP-379JP 探査記録3.200年3月16日 SCP-379JP 探査記録3。前回と同様の映像通信記録装置を使用しました。探査記録3.1.38。前回の探査記録と同じ空間と状況。探査記録3.39。SCP-379JP1は確認できない。大きく損傷したビルの前に赤いスーツを着た犬が大量に倒れている。どれも死亡しているように見える。問題なく次の空間に移動した。探査記録3.47 SCP-379JP 1を確認。ガラスカバーにへばりつきこちらを凝視している。空間は乳白色の半液状の物体に満たされており、野菜、人参、じゃがいも、玉ねぎ、ブロッコリー、と肉の小片が大量に浮いている。
次の空間に移動する直前に突然装置からの通信が途絶える。尾行しばらくシチューは食べる気にはならないと思う。あくまで推測だが、やはり SCP-379JP-1 はサインポールを通じて空間を移動している。理屈はわからないが、理屈を期待するのも無駄だろう。再び実験を行う。白ハゼ博士。タス SCP-379JP 事件記録。200年3月17日、 SCP-379JP の家庭の空間から出てきた回転灯に何らかの機器が貼り付いており、回収されました。調査の結果、それは SCP-379JP 探査記録1で使用された映像通信記録装置と判明しました。内部の部品が熱によって融解しており、映像記録の復元は不可能でした。装置は茶色の汚れに覆われており、その汚れを解析したところ、人間の皮膚の視細胞に酷似した物質だと判明しました。SCP-379JP 探査記録2と SCP-379JP 探査記録3で使用された装置もそれぞれ200年3月22日、200年3月23日に、同様の状態で SCP-379JP の家庭の空間から現れ、回収されました。SCP-379JP の探査実験は停止する。白ハゼ博士、ポイ379-200年3月26日現在、SCP-379JP のオブジェクトクラスをユークリッドへ引き上げるかの協議がなされています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。